ビジオン with Side Hits。さあ、西尾市にやってきました。Bリーガーの谷口大地選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、谷口選手、はい、西尾に上陸ということで。そうですね。愛知県は初めてじゃないですよね、はい、そうですね、愛知県は試合で何回か来てますね、はい、試合というのは何ヶ月ぐらい前だ、そうですね、大体この前に三河と試合したのが3、4ヶ月ぐらい前だと思いますけどね、はい、愛知県には年に何回ぐらい試合で来るもんなんですか、大体、西地区だと1回、2回なんで週末だけで含めると2、3回あるかなぐらいですね。でも西尾市は今回が初めてですか、はい、そうですね、西尾市は初めて来ました、はい、初上陸です、はい、ちなみになんですけど、はい、愛知県の印象というとどういったところがありますか、はい、そうですね、まあ、食べ物とかもいろいろあるんですけど、僕はなぜレゴランドですか、レゴランドなぜそこなんですか、いや僕レゴが意外に大好きで、ちょっと子供っぽいところがあるんで行ったことないんで行ってみたいなと思いつつ、意外な愛知県の名スポットですけど、はい、いいですね、そうね、当然今日のスケジュールにもレゴランド入ってたしどうなんですかね、行きましょう、ちゃうさあ今日は西尾市をたっぷりとですね、はい、谷口選手と一緒に満喫していこうかなと思います、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。実は最初県庁表現本部アポ取ってありますあ、レゴランドとかじゃない、うなぎとかじゃないですめちゃくちゃ硬いアンケートがあってました、はい、ぜひ行きましょう、行きましょう、はい、さあ始まりました西尾ウエストサイドヒッツ、 B リーガー谷口大地選手を西尾市に招いて最初に向かったのはまさかの西尾市役所、西尾市長へ番組立ち上げの報告に伺いました。お願いします。こんにちは、今日はありがとうございます、お願いします、よろしくお願いします。おお、すごい失礼いたします、ハゼヘッド DJ トムと申します、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、西尾市長中村健さんは38歳で市長に当選、若くして西尾のリーダーとなりました。座右の銘は切磋琢磨、市民を巻き込み共に町を作り上げていくスタイルが中村市長の魅力です。谷口選手をお招きしてっていう感じ、僕は奈良県出身で高校までは奈良県京都に京都の高校にいまして、で卒業後にアメリカに6年、バスケットの方で留学して、で帰ってきて今はあのプロのチームでプレーしてます。頭と後ろでテレビ番組みたいに放送を切ってこうやりたいなって、ちょっと見せ方も違う風に、なんかこう串に溶け込むような、毎週この日曜日とこの日曜日あるよみたいな、定期的に出せたらいいなっていう計画します。で、FM 風なのはトノ君があの FM のディスクジョッキーやってるので、YouTube と連動した FM 番組に入れないかっていう提案をしようっていうところまで、番組全体を構想としてもらってます。テレビやってたり、自分もそのテレビのデザインしてたり、大選手のエンターテイナーで、人を喜ばせるっていうところが伝わってるから、そういう切り口で番組できたら楽しめるかなって、頑張ってます。YouTube チャンネルを設立するにしたんですね、そしてもで、それを登録をちゃんと増やすためになんかこう方策っていうか、なんか考えれることがあるんですか、口コミ的な、口コミと開始力、うん開始力、あ、観光大使だね、開始の力だって開始の力を見ててください、はい、別に僕なんか別に言うけど、ということで、表敬訪問は終わり、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。市長公務ご多忙中のところ話を聞いてくださりありがとうございました。じゃあとびきりの笑顔でお願いいたします。はい、チーズ。西尾ウエストサイドヒッツウエッサイワン西尾未来へ。